ケースマニア？ケースマニア？ブヒブヒ。猫はブヒじゃなくてニャンでしょ？スケッチはすぐ間違えるんだから。お尻。こんばんは。ヤンスケ、俺だだって。知っとる？知っとる、俺だって言われよったよ。いいかな。にゃんにゃん。足足。あ、暗いとこでさっきメイクしたからアイシャドウの色間違えた。暗い色のせちゃった。涙袋に暗い色のせちゃった。まあいっか、クマみたいになってる。やっちまったな。だふぅ、風邪ひいてるぜ。そんな間違いあるんだな。あ、それな、栄のコンサートとシングルと鉄のの再演が決まってた。どう、あの子に行けよねえ、教えてちょうだい。ルーちゃん、鉄の見に行きたい。めっちゃツイートしたらめっちゃ反応来て、みんなオタクだぜってか、お互い様だぜって感じですわ。まあ、いや、福ちゃん立候補しちゃいなよとかめっちゃ来てたけど、出れ、出れ、いや、鉄のやりたい。あえて言葉、語尾を適当に上品じゃない感じで言いますと、鉄のマジやりてだけどちょっとね、 SK さんのパフォーマンスで見たいですね。あの福田がやるのはちょっと忍びないというか、まだそこまで自分は行ってないと思います。する、誰が立候補するんだろう。鉄の全然、鉄の曲チャイラブぐらいしかやったことない。てか鉄田めっちゃやってない？ AKB さんもだし、 HKT さんもだし、 NMB さんやってるっけ。しならばありがとう。こちらこそ
あ、ウィンブルドンもか。そうだ、ウィンブルドン。ナンバーはやってないんだ。スケちゃん、なんでそっち向くん？スケちゃん、もっとできる子だったじゃん。ちゃんと、開始の時はこっち向いてよ。恋の傾向と対策やりたい。てか踊り教えてほしいな。普通に、なんか普通に踊りたい。カラオケとかで。あ、ラールさん、ベアありがとう。とんでもない顔今。うん、アイシャドウの色間違えたのつらい。鉄の鍋ありがとう。鉄のね、疲れ。うん、7月9日だっけ、初日予定空いてたな、今んとこ。レッスンなかったら見に行きたい。今日オペラのリップ変えたんですよ。24日発売の。でもちょっといまいちわかんないね。ブログ書いたよ、もう。ブログ書いた。グロリーレイズのバックダンサー。うわ、口に毛がいっぱいついた。プップップ。モフモフ。消す。引っ張。ねえ、スケちゃん。ちかこ大好き、ゆろうくん。べあ、ありがとう。あ、選抜発表。ね。ちかこさんと、かのさんと。るーちゃんと。ゆうかたんさんと。びっくり、嬉しいですね。ゆずきちゃんも入ってたし、なんかそれな、ゆうかたんさんのことをさ、カタカナでカタンって表現するのさ、割とっていうかめっちゃ好きなんだけど、勝手に好きなんだけど。あ、18人選抜なんだ。そっかそっか。まあそうだよね、別に16人にこだわる必要ないよね。確かに。そういう、そのカタカナでカタンってやるのは本人公認なの？てか SKE48 のファンの方ってなんかそういう
特別な呼び方しがちだよね。 SK48 のファンの方って半角かな好きだよね。あ、正式なニキャッチニックネームなの？そうなの？公認なんだ。なんか、なんかね、そういうのを見ると、あ、佐藤すみれさんが広めてんだ。でもそのカタンさんをじゃない場合でもなんか半角かなで呼びがちだよね。 SK48 のファンの方で、もういいじゃん。とても私は好きですよ。お、タワー当たった。リガミオ。リガミオ。クタークリエルアクリ。福ちゃん、風邪ひかないようにね。今日もすごく可愛い。本当ありがとう。嬉しい。今日、決勝失敗してるからさ。あんまり自分の顔としてくれないんだけど、本当に。ありがとう。風邪ひかないようにね。若干風邪ひいてる。気をつけます。早めのパブロンします。ありがとう。あ、ごめん。スケちゃん蹴った。リガミオありがとう。リガミオありがとう。ありがとうございます。こまもよこま、リガミはこまもよ、ありがとうございます。あ、そうそう、アイアハとか、あとそれをメンバーさんもファンの方の真似をしてなんか使ってるのが SK48 さんのなんか感じだなって思う。よいしょ。で、わ、充電器かまんどいて。充電器かまんといて。悪いね。まあもし私が9日か鉄波に来てたら、栄ファンの皆さん優しくしてね。やすけも行くかい？なんかニャンスケ長時間映しててもさ、バンされないからさ、ニャンスケもアカリンとして認識されてるんじゃないかって思い始めてきた。たまに映っとかないとね。3分に1回はあかりんです。やっほやっほ。うちのにゃんすけさんです。特徴はかわいいというとこかな。お、今スケちゃんが画面タッチしました。この可愛い肉球で。
俊介男だよ。俊介何歳？わかんない、何歳なんだろう、何歳。よく猫に何歳か聞くんだよね、にゃん歳って。え、イケメンだってにゃんすけ。よかったね、イケ猫。イケ猫。イケ猫。あ、ご飯食べたね。ご飯の匂いがする。肉球でスマホ反応するよ。するよね。起こさないで、すんません。なんか外で音がしたね。外で、外の声がするね、スケちゃん。にゃんすけ。アイドルが張ってる。そうなんですよ。向かい側はね、めっちゃジュリナさんがね、宮沢沙絵さん、レナさん、アキチャさん、マユさん、あと1830m のポスターと、もうね、まゆさんのはね、めっちゃある。1234567891011121314151516だな。で、貼ってないや、でかいやつもあるから、めっちゃまゆさんの写真ポスターとかばっか見てる、持ってる。そう、にゃんすけもう眠い、眠いっていうかね、ここのなんかさっきまでめっちゃ元気だったんですよ、遊び寄ったんですよ。だけどにゃんすけ、ショールーム一緒にしようや言うてこっち連れてきたんよ。そしたら急にこうなった。よいしょ、これカメラの向き変えれるんかな。よいしょ、よっ。こうほら見て、このカフェでさ、もらえる、なんていうのやつ、なんかね、この2枚だけね、ここに貼ってるんで、ベッドの。これが高城亜紀さんで、これがまゆさん。お、グランドオープン2012って書いてる。あ、これ HKT ショップかな、博多って書いてる。 HKT カフェかも。んで、これが電波組のピンキーさんの PZ のステッカーで、これが岡部凛さんのにももらった香川ツアー8の、香川ツアーのやつだな。だっけね。そう、推しメン、推しメンは AKB さんの推しメンはまゆさんとさっしーさんとあきちゃさんでしたね。その中高、中学生とか高生とかの、かわいいでしょ。なんか電波塔から届いてるわ。
電波組のやつもらった、電波とファンクラブのね届くんですよ実家に、たまに嬉しいな。ね、ニャンスケって言うんですよ、可愛いでしょ、お鼻がピンクなのが可愛いんだ、鼻鼻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 。ちょっとライオンさんなんですよ。手抜きうどん、くもありがとう、ベア。ノルウェージャンフォレストです。虎っぽいかな、美しい猫、なんだか知ってるよね。だって本当はね顔の大きさこんだけなんだよ、だけど毛があるからこうなるね、握手会で福ちゃんの肉球触れますよ。なんかね実家は画質悪いんですよたまに。かわいい、ハローライオンだって、ハローガオガオ。もう夏毛に早変わり、夜どう早変わり夜、うん、早変わり夜ってそう、抜け毛が、マフマフでしょ、わかる、スケちゃんどうやったら自分が可愛く映れるか知ってるよね、わかる、猫いたよ前から。愛媛行くか迷い中、生きてよ。そう、今週の2日に愛媛でミニライブがあるんで、ぜひ、ぜひ来てくだせえな。もう眠いね。あぶくもありがとう、ベア。キュウダもくもありがとう、あかりんに会いたいんですか、マジ猫は宇宙人が送り込んだスパイだそうです。だからこんなに人間を油断させるのが得意なのね。
会いたいって言ってた？あかりんに。うれぴー。リボンかわいそう。最近ヘアゴムにリボンがついてるやつハマってる。なんか適当にくくってもヘアゴムにリボンデカめのやつついてるだけでかわいく見えるから、そうハマってる。まあこれしか持ってないけど、あいーん。猫、うどん猫。あ、痛い、痛い。痛いじゃん。もう遊んでくれないのかね。花花。ありがとう。ねえ、噛んで。噛んで。求めてる、あかりんよ。肉球。喋りよるわ。喋りよるで。キリキリ。ユミリンが見てる。ユミリン。観光。みー、お腹。よいしょ。ってな感じざんす。しんご、くもありがとう、ベア。もう外カメラにした。自分を映す気はあるけど。噛まないで、噛まんで。ダメ。悪いね。悪いキャット。悪いキャット。にゃん。ペロペロ。ゴロリンチョ。たまにあいで。
口が好き。ここここここが好きですね。ここ くの字に曲がるよ、猫も。手がね、こうなってるのが可愛いね。足足。痛い。みんな痛い。ぐー。猫の匂いや。パンチ。ペロペロ。たまらんな。いい色してるでしょ。痛い。見たいね。目の色が鼻鼻。痛い刺さった。ニャンスケが刺さる。えい。いや、紐ダメだって。そんな感じです。映ってた自分、外カメラだからわからん。たまに自分映さないとね、本人とコミュニケーションを取らない配信は NG らしいから。寝とるわ。噛まれとる。痛い。あー痛いよ。ご勘弁くださいませ。には痛いです。痛い。えい。尻尾がはみ出とうね。暇しないでって言ったじゃん。牙にゃんにゃん。
丈夫。そんな感じです。お腹鳴った。夜ご飯は河原そば食べました。尻尾がパタパタしとるわ。スキューはね、ゴロゴロが得意なんですよ。猫配信は高松にいる時しかできないから、しっかりします。けちゃんも眠いっちゃろ。眠いって。ボディ、すけちゃんがもうねんね猫、ねんね猫です。すけちゃん、みんな可愛いポーズしたらみんなすけちゃんの虜になってしまうよ。猫あったかいけん眠くなるわね。キバ、半になったら寝よ。半になったら寝る。
なってるんだよな。お、41分です。にゃんたっていい？嘘でしょ？嘘。体感時間15分ぐらいなんだが。マジか。にゃんすけの力やな。猫とね、猫の体温でね、眠くなるんですよ。怖いか？そう、ライオンさんです。にゃーにゃー。これは一番可愛いんだよ。ハートたくさんありがとう。ライオン、猫飼ってたの？猫ね。猫っていいよね。なんか今日めちゃ目つき悪くてごめんね。なんかカメラの位置が低いからさ、猫に合わせて自分が見るとき猫こうやって見ちゃうんだよね。本当はこんな目つき悪くないから。ごめんね。猫の匂い好き。この口の三角が好きなんですよ。カメも元気。これがニャンスケザンス。
薄い耳ざんす。うん、毛が入った。よかったらフォローしてざんす。にゃーにゃー。人形さん、キバ、国宝、ニャンスケってば、なんてキュートなんでしょうか。好きかもしれん。いい匂いなんです、うちのキャット。猫綺麗好きだからね。やばい、寝落ち配信じゃん。いいや、寝てて。空気が抜けるね、たまに。かわいい。ありがとう。ニャンスケのフォロワーが増えていく。スケちゃんフォローしてね。肉球ゴロいるよ、まだ。毛穴、鼻の横のひげの毛穴が好き。尊い。急に手っ手を伸ばされました。かわいいね、あれ。別な見せ取りが好きなんです。
そんな感じでやっちょりますけど、皮が毛だらけ。今日はなんかボロボロですね。時計がないから時間の感覚が分かんないんですけど、どうでしょうか。猫がいるからさ、ポスターがバリバリになっちゃうんだよね。うわ、もう50分過ぎてるんだ。はあ、まあポスターとは言っても雑誌についてるような四つ折りのやつがほとんどですが、まあ中高生、中学生か、基本中学生の時なんてそんなもんよ。あとはカレンダーとかかな。あと CD 買ったらもらえる特典のやつとか。スケちゃんで一枠できちゃった。なんて猫だぜ。はな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 。丸くなる。スケちゃん、あ、起きた、起きたね、スケちゃん。スケちゃん起きたね。スケちゃん起きてここに寄るね。ここで寝るの。ここで寝るようにしたん、もう。あかりんの近くがいい。ここで寝るみたいです。目の下やっぱ 色間違えてる。まあいいか。黒白。あ、さっき公式ブログ更新された、ありがとう。瀬戸内通信土曜日に変更。そうなんだ。福ちゃんへの思いが熱い、いいことですね。黒白バラ監督登りたいだけ。あ、壇上に、そうなの、ありがとう。ハートもたくさん。ニャンシゲヤキ神吉、福ちゃんに噛まれたい。ブーちゃん半熟卵天、スケちゃんの手いいでしょ、両手押し。そう、風邪ひいちゃったからね、休みますよ、ありがとう。ゆいアップル、リンゴ、リンゴ、Thank you アップル、こんばんは。福山の、まあ、配信ありがとね。スケちゃんかっこいいってよ。スケちゃんかっこいいです、ありがとうございます。あれはかっこいいからね、今日の配信も。あかりんより
アイドルしてやったぜって内心思ってるんでしょ。ブフフ腹立く。あー最近見られないからフラフラってきてた。明日から頑張れる、ありがとう。ハイパー。あー広島の部屋掃除したい。のんびりしました。そう体調に気をつけて頑張ります。 R さん、ちっちゃな部ありがとうね。はつくちゃんでした。忖度してしまった。忖度ありがとうまた当たりましょう。やったん。あぶ、サンドでも一緒です。けちゃんの配信あれは可愛いんだぜ、うひひひひ手抜きうどん、さぬきありがとう。うどんリガミョ、ふくちゃん風邪ひかないよね、今日も可愛いね、ありがとうリガミョ、 Thank you なんかめっちゃ風邪ひいたけど生きれます。なんでかって、このブヒブヒを聞いたら寝れ、なんでもいいやって感じ。このにゃんすけの画角が難しい。あった、顔ここだ。にゃんすけの感じ。みんな星投げカウントギフトなどありがとうございました。コメントもたくさんありがとう。本当に可愛くて毎日めっちゃ可愛い、ふくちゃん Thank you、 うれぴー。おやすみ、お疲れんこん、おやすみ、みんじみでした。バイバイ、ありがとう。またね。庭は外、福田は外内、サンドの飯、うどんで決まり。香川県出身のくちゃんこと福田あかりでした。バイバイ、うん、バイバイ。猫。